フィールドバランサーを使って確認してみたいと思います。天満屋 TV。 はい、そういうことで今から平面検索板の砥石をバランス取りたいと思います。以前4年か5年ぐらい前に見ていただいた円筒検索板の砥石のバランスの取り方とは全く一緒で、まあ、ちょっと台とかがこう小っちゃくなってるんで、まあ、変わったところといえばそんな感じです。で、今置いてるところが一番、この矢印書いてないんですけども、一番上、ここは軽いんですよね。これで回してみると上に上がるで右に回って、この先ほど指で刺したところが一番上に来るようになっています。ここが一番軽いところです。で、一番軽いところにウェイト、はい、まあ、軽いところ矢印書いて、今軽いところにウェイトと、あとだいたい適当に3分割的な感じでやりました。で、こっからこっちやってみて、まあ、こうやって重たい、また軽い方に行ったんで、このウェイトを今バランス取りました。こんな感じで上、一番上はこんな感じで動かなくて、でこっちもこんな感じで、はい、でこんな感じで全部バランス取れました。で、ここから今から平面検索板に取り付けて、今度は僕がいつも紹介しているシグマ電子工業さんのフィールドバランサーを使って、まあ、このバランス台を使ってどんだけバランスが出てるかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。フィールドバランサー使ってバランス見てみます。で、振動計、この振動測定するやつは機械のこの裏のこの辺につけるみたいです。ここ取り付けます。まあ、一応シグマ電子工業さんのホームページにも取り付け場所書いてるので、まあ、ちょっとここで分かりにくかったらシグマ電子工業さんのホームページ見てみてください。じゃあ今から回してみたいと思います。で、今砥石は1792、まあ、1800弱で回転してて、まあ、0.461 なんで、まあ全然 1マイクロメートルもいってないので、まあこれは OK という感じで、まああのバランス台でバランス取って、ドレッサーしてバランス台でバランス取って、このアンバランス量やったら全然使えるかなと思います。